北海道タワースポット16選、北海道の金運、恋愛運、健康運アップのタワースポット16選。1、札幌市、北海道神宮。北海道の開拓や発展を願って建てられた北海道神宮は開拓のパワーが強く、商売繁盛に高い御利益があるとされています。2、釧路市、阿寒湖。風水的にルーマクに位置し、エリア全体がパワースポット。中でも阿寒湖の北西にある、八重台島は強力な力を持ったパワースポットです。3、川上郡弟子鹿町、摩周湖、アイヌ語で、神の湖、という名を持つカルデラ湖。風水的にエネルギーが溜まりやすく、展望台からでも風水エネルギーを取り込むことができます。4、利尻郡利尻町、利尻島、利尻山を主体とする火山島で、島全体がパワースポットですが、特に利尻富士とも呼ばれる利尻山と利尻山神社は強力なスポットです。5、加東郡鹿追町、上士幌町、鹿離別湖、アイヌの聖地として崇められてきた湖、湖の真ん中にある、弁天島、は縁結びの神様が祀られていて、年に1回しか上陸できない神聖なスポット。6、釧路市、釧路湿原、日本最大の湿原で、タンチョウなど鳥類の繁殖地、休息地です。運気を向上させる開運、ヒーリングタワーをいただけるスポットです。7、斜里郡清里町、神の小池、摩周湖の北東に位置し、まるでガラスのような透明度で神秘的な青い池、その澄んだ水にはヤシの力があるとされています。8、斜里郡斜里町、知床五湖、大小5つの火山性せき止め湖で、知床を象徴する景勝地、知床半島自体が大きなパワースポットで、特に湖はエネルギーが溜め込まれています。9、阿蘇路郡阿蘇路町、恩根島、阿寒国立公園内にある湖で、見る時間、季節によって湖の色を変えることから、五色沼、とも呼ばれています。悪い運気をリセットできる場所です。10、シャコタン郡シャコタン町、カムイ岬、シャコタン半島北西部から日本海に突き出した岬、かつては野人禁制だった聖なる地で、ルーマクが流れていて非常にエネルギーが強い場所です。11、函館市、五稜郭、江戸時代末期に江戸幕府によって作られた星形要塞、函館戦争の舞台として知られ、その五芒星の形から魔除けにパワーを発揮すると言われます。12、札幌市、平和の滝、古くは日蓮宗の修行場だった滝で、滝壺まで降りると激しい水しぶきで迫力満点、昼間はパワースポット、夜は心霊スポットとして有名です。13、札幌市、宝平峡ダム、宝平峡の水には、人と人を結ぶ、和合、のタワーがふんだんに蓄えられています。放水路では、木、のシャワーが全身を浄化してくれます。14、登別市、登別地獄谷、日和山の噴火活動でできた長径約450メートルの爆裂火口跡、火のエネルギーは人の魅力や運気を上げてくれ、女子力や引き寄せ力アップに効果的。15、函館市、立町岬、津軽海峡に面した岬で、周囲の海岸線を一望できる、函館が誇る絶景スポットでもあります。壮大な海の景色からパワーをいただきましょう。16、千歳市、苔の洞門、樽前山が噴火して流れ出た溶岩の割れ目が浸食されてできた自然の回廊状の地形に苔が蒸しています。穏やかなエネルギーが満ちています。